それでは、データマイニングの前処理について、自然言語処理研究室の勝田が発表します。でまず、前回データマイニング の真ん中のマイニングの基礎的な手法について軽く説明したと思うんですけど、データマイニングは全体的にはまずデータを持ってきて、その中からデータマイニングに必要な種類のデータを選択して、必要があればちょっと加工した状態のデータを使ってデータマイニングを行って、その中から情報を持ってきて出力するみたいな、そういう流れになります。で、今回は最初の前処理の部分についてどういうものがあるかちょっと説明していきます。それぞれの役割というか、どういう動作かというと、このような感じになります。で、まず前処理ですが、前回のように ID とかがつくといい結果が出ないっていうような風に、データの質によって、その結果にも良し悪しが出てくるということで、割と重要な処理の要素となります。データマイニングで前処理は。で、前処理というと代表的なもので、離散化や属性の選択、または構築で、また事例の選択といったようなことが。で、数値の離散化というのは、分け方としては、等間隔に、同じ幅で区切る場合と、同じ頻度で区切る場合、またはエントロピーを計算してそれがそれぞれ同じになるように分けるといったような分け方があります。で、等間隔の場合は、それの場合は、データの数とかにも、多い少ないとかが出てしまって、わりかしあまりいい結果が出ないっていうようなことがあるので、等頻度やエントロピーで計算するといったことが多いです。で、基本的に等間隔や等頻度で計算する場合はデータは最初にあらかじめ相当しておく必要があって、で、またこれらの分け方っていうのはそれぞれの属性に対して特に相関とかは考えずに全部単独で行われるので、次のように相関も考慮した手法というので、情報をさらに、先ほど単体個別にエントロピー計算した状態で、また相関をさらに計算考慮して、分割するといった方法や、そもそも、相当とかを気にせずにもあるデータからクラスタリングを行うことで、属性を分割するといった方法があります。で、次に属性選択ですが、これは基本的に、必要な属性というのを選択して、他の属性を削除するっていうようなもので、そういうので、最後に事例の選択っていうのもあるんですけど、その場合は結局事例を削除するっていうような感じになります。で、属性選択の方法っていうのはフィルター法とラッパ法っていうのがあり、それぞれ、フィルター法ではまず、適当に基準を用いて、適当に基準を持ってそれで評価して、いらないものを消していくっていうのものなので、基本的に処理時間はそんなにかからずに、その次に使う学習モデルっていうのも特にあらかじめ、知っておく必要はないっていうので、ラッパ法っていうのがその一旦一回最初にまず学習をさせた状態で、その結果から分類誤差などを用いて必要ないものを選ぶっていう方法なので、この場合は一回学習するってことで、時間は精度はいいんですけど、時間がかかってあまり実用的ではないというものなので、ちょっとフィルター法を重点的で説明すると、
基本的には探索法っていうものを用いて、で前向きっていうのが、まあ、基本的に、その必要な属性っていうのを一つずつ、あ、一番、あ、一つずつ、選んで、まあ、引っ張ってくるっていうので、後ろ向きがいらないものをまず、あ、一つずつ選んでのけていくっていう方法で、まあ、両方っていうのは、まあ、前向きと後ろ向き両方使うというので、でランダムっていうのは、まあ、基本的に、あ、まあ、最後のこっちの方にもあるんですけど、まあ、全てを見ずに、まあ、ある程度、あ、 何個かを引っ張ってきて、その中から一番いいのを一つずつ選んでいくっていう形です。で、まあ、戦略としては、まあ、前向き後ろ向きとかでは、まあ、完全探索っていうので、まあ、その中でもさらに深さを優先するのか幅を優先するのか、またはそのどっちも合わせて反復進化法として、まあ、探していくのかっていうほんいうな方法に分けられて、まあ、ヒューリストリスティック探索としては、まあ、もう基本的に上、まあ、最初に、まあ、まず、それぞれの属性を一個ずつ確認して、まあ、その中で上位だったものを残して他を削除して、またその属性、あの一番良かった属性というのを少しまた展開して、探索するといったような手法です。で、まあ、非決定的探索っていうのはもう先ほどの上のランダムの探索法を使ったようなもので、まあ、全てを見ずにランダムに何個かを見ていくという手法です。あの戦略です。で次に属性構築っていうものが、まあ、元からある属性から、まあ、機能的に新しい属性を構築するっていうような感じで、まあF っていう属性があった場合に、あ、F っていう属性で、まあ、N 個あった場合は、まあ、新しく F プラス1っていうようなもので、まあ、前のやつの例えば、まあ、F1 と F2 の数値的な掛け算をした結果を、まあ、新しい属性とするとした場合や、まあ、F1、F2 の、論理的な積を取ってその結果値を、まあ、新しく属性にするして属性として、まあ、新しく作るといったようなものや、まあ、データを一回あらかじめ学習させておいて、でその結果からまた、基構造などであれば、まあ、そのまた新しくその元学習した結果の属性をまた、細かく分解するといったようなことを行っています。で、まあ、仮説駆動型っていうのは、まあ、遺伝的アルゴリズムにとほぼ同じような考え方です。で、まあ、事例選択っていうのは、まあ、結局は事例を削除するということで、まあ、このように2つの属性が、まあ、分けられたとすると、まあ、そこでもう基本的にこんな感じに、まあ、データとして、大きく変わらない程度に、まあ、事例を削除するといったようなイメージです。で、まあ、一応そのやり方として、まあ、このようなアルゴリズムがで CNN と IBL っていうのが、まあ、基本的に細菌防法で、必要なものを選択して、あ、必要な事例を選択して、まあ、引っ張ってくるっていうような形で、 ENN は、逆の考え方で、その、さっきの属性に属、あんまり属してないっていうような判断をしたものを削除していくっていうようなアルゴリズムです。はい。で、まあ、実際にこのような、まあ、ちょっとまあ紹介として、まあ前処理とかそこら辺を全部もうそのメソッドを今日、提供してくれるようなオープンソースがあるというようなので、まあ、こういうものがあります、はい、で今回参考にしたものがこちらです、以上で発表を終わります。